チャック開かなかったからな、エイプリルフールに。マジショック。もしかして楽しみにしてた側か。え、割とね、騙されたよ、あれ見た時に。高値類ついにファスナーが開きますみたいな書いててさ、ここ開くんだ、うん、嬉しいと思ってたら、はい、嘘だった。これ嘘なんかい。ツイートしてから、うん、なんかもうファスナーが開いてるのを書いてもいいと思ったファンアートが結構多くなって。なるほどね。確かにな、お前がネタにしたんだぞみたいな感じでこぞってね、ファスナーの中 をあの書く人がめちゃくちゃ増えたっていう。まあ申し訳ないけど気持ちちょっとわかるけどね、はい。